これ舞茸じゃねえすか、天然の。うわあ。はい、昨日使った舞茸の残り、今日は乾燥舞茸にしました。すげえいい香りです。はい、今日作った乾燥舞茸、水で戻してます。もうすごい香りいいね。結構いっぱい使っちゃってるけど、こういうのはね、乾燥すると香りが余計に良くなります。すげえいい香りですよ。はい、こちらはバターでニンニクのみじん切りと唐辛子の輪切り炒めてます。弱火ですね。このままニンニクが茶色になるぐらいまで炒めていきます。はい、ここにベーコンと今玉ねぎが入ってます。そこに水で戻した舞茸を、水を絞ったやつ、それを入れてきます。これでちょっと炒めましょう。で、この水はね、取っときます、後で使います。あ、すげえいい香りだ。あ、マジいい香り。はい、キノコの水分ある程度飛んできましたので、ここで薄力粉、カレースプーン1杯ぐらいですかね、一応振るってあげましょう。はい、こんな感じ。ではね、ここで軽く炒めてやります。火はこの状態で、まだ弱火でいいですね。で、この状態になったらパスタを茹で始めます。で、そうしたらここに先ほどの戻した汁っていうか、これを入れます。そんでもって牛乳、これも好みの量で、今どのぐらい入ったんだろう多分 300cc ちょい。じゃあこれでね、弱火でこのまま煮込んでいくととろみがついてきますので。はい、そこでここで本当は白胡椒切らしちゃったんで、今回黒胡椒を使います。で、この状態で味はまだ見なくていいかな。あー、すげえ香りがいい。やば。じゃあここで塩をちょっと足しますね。あのパスタを茹でるやつにも塩入ってるんで、その塩加減を見ながら、ほんのちょっとこんなもんでいいでしょう。いや、マジうまい、うまい、すげえうまい。じゃあ隠し味にパルミジャーノ・レッジャーノ、うちのあんま好きじゃないから少しだけ、こんなもんかな。彩りのためのピーマンも入れてみました。はい、パスタがピーン、せーの。こんな感じ。では、いただきます。どれどれ。いや、だって乾燥してる時がすげえいい香りだったもん、これ。ただなんかもう舞茸じゃない感じそう、なんかさ、香りがポルチーニに近いんだよね。うん、似てる。うんめっちゃうまい。こないだ茨城で取ったあれよりもうまいじゃん。そうね、味はこっちの方が、ああ、香りがちゃんと残ってる。すんげえうまい。辛い辛いな、唐辛子。あれちっちゃいのだったんだけどな、唐辛子入れなきゃよかったな。うん、ああ、でもうまい、マジうまい。うん、1800円。サラダとスープがついて1850円。うん、味でうまいよこれ、我ながら。まあそんな感じで、さよなら、マジ食いします。
撮ってんの忘れてた。